ヒンドゥー教の最高神の一柱、シバの石像インド神話は、インドに伝わる神話であり、特にバラモン教、ヒンドゥー教、仏教に伝わるものを指す。成立時期や伝承者の層などによって様々な神話があるが、おおむねベーダ神話が、バラモン教に、除地し、プラーナ神話が、ヒンドゥー教に属し、ブラーフマナウパニシャット神話がその両者をつなぐものと、考えられている。以下、 ベーダ神話とブラーフマナウパニシャット神話、ジョジシ、プラーナ神話の三つに対別して外説する。リグベーダ古代インドの聖典であるベーダの一つ読んで、字のごとく、ベーダ文献に基づく神話であり、アーリア人がインドに持ち込んだ、インドヨーロッパ語族共通時代に遡る古い、自然神崇拝を中心とする。 紀元前1500年頃から紀元前900年頃に作られた最古のベーダ文献であるビグベーダには未だ一貫した世界観を持つ神話は現れていない。ベーダ神話の初期においては神々はデーバ神族とアスラ神族とに分類されている。デーバは現世利益を司る神々とされ、人々から祭祀を受け、それと引き換えに恩恵をもたらす存在とされた。 代表的なデーバは、雷神インドラであり、実に、リグベーダ全参加の四分の一が彼を称えるもので、ある。一方アスラは、倫理と宇宙の法を司る神々で、恐るべき、人通力と現実を用いて、人々に懲罰を下すものとして威い付された。代表的な神はバルナである。アスラは、リグベーダ初期においては、必ずしも悪い意味で用いられなかったが、デーバ信仰が、 盛んになるにつれて信仰が衰えていった。さらに、バルナを、はじめ有力なアスラ神がデイバとされるようになり、ついに、リグベーダの中でも末期に成立した部分では神々に敵対する悪魔を指すようになった。リグベーダにはまた、若干の創造神話が見られる。創造神ブリハスパティやビシュバカルマンによる万物創造を解く参加のほか、創造神が,がとして、 原初の水の中に払まれて出現したとする説、神々が原人プルシャを犠牲として祭祀を行い世界を形成したという巨人解体神話などが説かれている。ブラーフマナ文献とは、ベーダ本文であるサンヒターの注釈と祭儀の神学的意味を説明するもので、講義のベーダ文献の一つ。ここでは、創造神プラジャーアパティを最高神とし、彼による 主々の創造神話が解かれている。しかし、次第に世界の最高原理ブラフマンの重要性が認められるようになった。やがてブラフマンは人格神ブラフマーとして描かれ、彼による宇宙創造が解かれるようになった。ブラーフマな文献中にはまた、彩色の解釈と関連して、ジンソマヌと大洪水神は、アスラの三つの鳥を一本の親で破壊する、暴風カミルドラの説話など、 かなりまとまった形の神話が散見され、後のヒンドゥー神話、文学に多大な影響を与えている。ウパニシャットも抗義のベーダ文献の一つで、ベーダ文献の最後に成立したことから、ベーダアンタとも言う。神秘的哲学を説くもので、特にアートマンとブラフマンの本質的同一性を説く部分は、後のインド神話の世界観に大きな影響を与えた。 ラーマーヤナの主人公、ラーマ王子の造品流教の神話のうち、代表的な文献は、二大女子史、マハーバーラタとラーマーヤナである。マハーバーラタは、十八辺に約十万施設よりなる、大作である。バラタ族の内紛、大戦争を主筋とし、その間に帯正しい神話、伝説が総話として説かれている。一方、ラーマーヤナは七に四千よりなり、 ラーマ王子の冒険を主筋とする。マハーバーラタよりは一貫した文学作品ではあるが、やはり主筋の間に多くの重要な神話、伝説を含んでいる。この二大女子史はいずれも400年頃に現在の形にまとめられたと推定されているが、その原型が成立したのはそれよりもはるか以前に遡ることは確実である。さらに後代になると、 幾多のプラーナ文献が作られた。これは百科全書的な文献であり、その中に多数の神話、伝説を含んでいる。二大女実主とプラーナ聖典の神話は、今日に至るまで広く民衆に愛され、文学、芸術作品の題材とされてきた。この時代の神話で最も重視されている神々は、創造神ブラフマー、維持神、ビシュヌ、破壊神芝で、 三上一体の最高神とされる。ブラフマーは、ブラーフマナウパニシャットでは、宇宙の最高原理であったが、その抽象的な性格のせいか、庶民の間では広く信仰の対象とはならなかった。ビシュヌは、リグベーダにも登場し、元来太陽の見ツテる作用を深刻化したものと考えられる。しかしこの時代の神話では、世界の維持を司る神であり、また銃の姿に変身して、 世界を救う英雄神でもある。シバはリグベーダの暴風神ルドラを前身とする破壊神である。正規崇拝や黒魔術など、非正統派の民間信仰と集合し、ヨーガの達人、仏踏神、魔物の王などの複雑な性格を持つに至った。ガルダの上に乗るビシュヌ人贈答神ガネーシャ、ありがとうございます。